必勝の公式、これをねお教えしたいと思います。難しくなったのかなみたいに思いがちなんですけど、実はそうじゃないんですよね。英語はね例年通り大体22、3点ぐらいなんですけど、平均点が難しいです。そんなの関係ねえ、これだけ取ってたらまあ9割方合格すると思うよっていうソロラインが、そうだよ、始まりました、モテチャンネル。さあ、今回は平和ぜや。皆さん、いよいよこの季節がやってまいりました。もうね、寒くなってきたので、噛んだ。 Keep your feet dry、OK？ そして、早稲田入試が2月12日を皮切りに始まります。もうこの時期にもなると、あれもやればよかった、これもやればよかったって、いろんなことにね、後悔の思いが出てくるかもしれませんが、 Don't dwell on what you've lost. What's gone is gone forever、OK？ うじうじすんなけどね、もう。あ、デュエロン、早稲田入試で出たことありますからね、社学で。さあ、今回は早稲田の社学ですね。そういうことです。その社学の情報を持ってまいりました。今回の動画ではですね、早稲田社学の超激戦、必勝の公式、これをね、お教えしたいと思います。受かり方教えてください。はい、行ってみましょう。まずね、皆さん意外とまだまだ知らないので、社学ってどういうとこなのってのを理解していただきたいと思います。はい、で、まずですね、3科目、130点満点、英語50、国語40、選択科目40、この陣形になっております。そして成績標準化は、これがね以前紹介した教育学部とか文学部とかと違うところなんですけど、選択科目のみで行われる。ここもね結構ポイントなんですよね。他の3科目型の標準化の学部群っていうのは、3科目の中でこれぐらいが平均点になったらいいなっていうところがあり、そしてそこをもとに、じゃあ偏差値いくらぐらいが合格最低点になるようにしたいなという形で、もう学部側が合格最低点とかをコントロールしやすいんですよね。だから結構入学者っていうものを割と絞り込みやすい、試験を運営する側からすると使い勝手が良かったりするんですよ。なんだけど社学の場合は選択科目のみの優劣、受ける側からするとまあ明快単純なんですけれども、ただ一つ難しいポイントがあって、平均点が年によっても上下しやすいので、コントロールできないので、学部側がとなってくると合格最低点が結構乱高下します。こちらご覧ください。ドン。これ2020年から2011年の合格最低点一覧なんですけれども、乱高下していることが分かりますか？一番低い年だと2016年で 77.1 なんですけど、一番高い年だと2020年で 91.36 点とかになってるんですよね。かなり開きがありますね。まあこれはもう本当選択科目標準化型の特徴だと思っておいてください。だからまあ社学を受ける子から一番来る質問の一つに、何点取れば受かりますか？結構この質問来るんだけど、社学は一番それが答えにくいんですよね。なるほど。これだけ乱高下するんで。ただここ10年の数値を見ていくと、おおむね83点から86点の間に合格最低点が来ることが一番多いんだなっていうことが分かります。なのでこの辺りにこう標準化後の点数が来るような素点の取り方をすればいいんだなっていうところ、これがまず第1点目です。覚えておいていただきたいのは、選択科目の平均点のあり方次第で自分の点数が標準化でまあどれぐらい増えるのか、どれぐらい減るのかっていうのが結構乱高下しやすいですよっていうこと。だから社学受ける人は絶対に全体平均の数値っていうものに着目しながら過去問やっていかないといけないということですね。はい。で、最新の2020年が社学の歴史の中で一番合格最低点が高かった年だと見ていて、はい、ちょっとこうなっちゃった理由っていうのを数値で一緒に皆さんにご紹介したいと思います。これちゃんと理由があるんですよ、はい、一見合格最低点だけ見ると、うわなんか難しくなったのかなみたいに思いがちなんですけど、実はそうじゃないんです、はい、こちらご覧ください。これ2020年のデータなんですけども、英語 22.191、 国語 30.603、 ここなんですよね、うん、英語はね例年通り大体22、3点ぐらいなんですけど、平均点が難しいです、ね、難しいです。もうこれぐらいです大体。で国語が平均点が 30.603、 こんなでかい数字はまあ見たことがないです。もうこれが理由で合格最低点が高騰しました。であともう一個ね、社学受ける人には着目しておいてほしいんですけれども、社学の特徴として平均点が一番高くなった選択科目を受けた人っていうのはちょっと合格がしにくくなります。ちょっと大変になる。なんでかっていうと、社学の選択科目の場合、平均点が一番高くなっちゃうと、当然一番低い科目との真ん中あたりまで点数が下げられるんですけれども、その分多く取らないといけないんですよね、他の科目の人たちよりも。だけど社学の社会ってやっぱり難しい問題はかなり難しいので、英語と同じで。上に取ろうと思っても、ある程度限界が来やすいんですよね。
だからたまたま平均点がもう高くなっちゃうとちょっとこう合格が少し踏ん張らないといけなくなってくるという特徴がある。これもちょっと覚えておいてください。だからね、ある程度難しい方が実はね、社学って受かりやすくなるんですよね。合格最低点も下がるし、選択科目間でのこう優劣ってのも出なくなってくるの で、あと次に合格最低点が高かった2017年も見てみてください。こちらもね、理由は国語にあるんですよね。英語はやっぱり 22.9 なんですよ。なんだけど国語の平均点が 27.9 あるんですよね。これもね、まあ高いんですよ。社学の国語って本来平均点は40点中 22、3点ぐらいがまあまあそんなもんでしょって感じなんですけど、でまあたまにこう25、6点を超えてくることがあるんですけど、そうなってくるとうわちょっと高いなって感じになってくるんですよね。で今回まあ 27.9 になったことによって、まあ 89.52 に高騰しちゃったねっていうのがまあ2017年の正体だったんですよね、ということになります。一番低かった16年、こちらも見てみましょう。この年すげえ難しくて、英語の平均点が 19.43 しかないんですよね。多分ね、一番低かったかもしれないです。国語の平均点が 21.987 なんですよね。だから要は英語の平均点も低め、国語の平均点もまあまあ低めですよね。だから選択科目群も若干低めなんですよね。こういった理由があって、合格最低点がこう 77.1 になってきたっていうことなんで、社学の合格最低点は全体平均と相関するということ、これをちょっとね、分かっていただきたいなと思います。これ数学は有利なんですか？じゃあこれもよく聞かれるんですけど、何が有利で何が不利かっていうのはね、なかなか難しいんですよね。なんでかっていうと、そもそも論、成績標準化の概念って何かっていうと、科目間における優劣をなくすっていうのが成績標準化の概念なので、何が有利かっていうのは一概には言えないんだけど、ただ数学が有利だっていう人の言い分としてはよく聞くのが、数学である程度点取ったら標準化で点数がグッて上がるんでしょうっていうね、これよく聞くんですけど、なんでお前は数学取れる前提なんだって話になってくるんですよね。みんな取れないから平均低いんだっていう。社学の数学はむずいもん。いや難しくはないです正直。だけどまあこれが結果は結果なんで、やっぱり取れる人は取れるけど取れない人は取れないとしか言いようがないですね。早稲田ではやっぱ小学部がもうほんと文系数学の最高峰というか、めっちゃむずいんですよね。平均点がもう60点満点で9点とかになる年もあるんですよ。やっぱあの辺と比べちゃうとやっぱ簡単って感じになってくるかな。次にですけど、すっごい質問が来るのが倍率、まあ、気持ちわかるんですよ。だって130点満点で1万人がひしめくわけなんで、はいはい、1点に何人いるんだって話になっちゃいますよね。結論から申し上げます。そんなの関係ねえ。証拠をご覧に入れましょう。こちらご覧ください。ドン。これね、赤い数字は何かっていうと、これその年の倍率です。もし倍率で受かりにくさとか受かりやすさが決まってくるんであれば、倍率と合格最低点って相関するはずなんですよ。なんだけどこれ見てください。社学って早稲田の中では最も倍率の激しい一角ですよ。全然相関してないことがわかるんですよね。例えば2020年、ね、過去10年で一番倍率高かったけど 11.7 倍、だけど2019年は合格最低点が下がって 85.5 で 13.6 倍とかですからね。全体見てみてください。で一番倍率が高かった18年は 14.5 倍で 82.95、 一番合格最低点低いんで、合格最低点と倍率に相関関係がないんですよね。いわゆる受かりにくさって何で決まるかっていう話になってくるんですけど、これはね、皆さんの出来で決まるんです。みんなができてたら合格最低点は上がるし、みんなができてなかったら合格最低点は下がるっていう当たり前の話なんですよね。でもしね、受験がくじ引きだったら、これ倍率が高ければ厳しいっていう理屈はわかるんですけど、受験はくじ引きじゃなくって、強いやつが勝って弱いやつが負けていくっていう勝負なんで、あんま倍率関係ないです。そしてですね、いよいよ合格の公式、この話に行きたいと思います。これは早稲田合格塾の最新の分析です。これだけ取ってたらまあ9割方合格すると思うよっていう、ソロラインがこれになります。英語35点、国語32点、選択科目28点、これで素点で95点取っていただきたいです。ちょっとね、2020年みたいにイレギュラーなこともあったりするんですけれども、これだけ取ってたらまず合格すると思ってきて大丈夫です。どこが一番ただこれをクリアする上で難しいかっていうと、圧倒的に英語35点です。これがね、めっちゃ難しいと思ってて、実は、めちゃくちゃ難しいから、国語32点はね、まあ5罰以内でいけるんですよ。これは可能なんですよ。で、選択科目28点も、うちの相沢先生も鈴湯も、絶対7割はいけるって言ってるんで、いける。ただね、英語で35点が実現できるかっていう話なんですよね。ここがね、結構問題が難しくなればみんなの出来も下がるから、まあ問題はないんだけど、平均点がまあ、いつも通り22、3
3、4ぐらいの時に、うん、じゃあ35点を取ることができるかっていうと結構まあタフな戦いにはなってくるとは思いますね。どうですか？普通に考えたら無理です、うん、7割取れないです。指導要領なんか完全無視ですから。そうですよね。中すらついてこないから、うん、文のレベルめちゃくちゃ高いけどコメント欄で見受けられたのが、強いやつはいくらでも取るんだから合格最低点とか平均点とか関係ないって、取るやつはみんな取るんちゃうのみたいな、うん、受験したことがないかうちの業界じゃない方だと思うんですけど、むずい問題ってね上取るのは結構限界があるんですよね。そう、社学はね無理。この35点をもし取ることができたらもう9割方合格です。じゃあ8割方合格のラインはもう3問ミスっていいよっていうところで、まあ、32点、うん、32点なんとかクリアしてくれて素点合計で92あったら8割方合格と見ていいかなと思いますね。ここをね、なんとかね、クリアしてほしいです。で、社学の英語で、配点が高くなりやすい。基本的に1問1点なんですけど、ところどころ1問2点だろうなと予測される問題があるんで、うんうん、この問題をちょっとこう頑張ってほしいっていうのがあるんですけど、まず、長文でメインポイントを聞く問題。これはね、やっぱり全体にまたがるテーマを聞くような問題になってくるんで、配点が2点になる可能性が高いです。各大問のもうラストとかに来たりもするんで。で、次に、社学の場合、1語とか2語の短い下線部解釈と、ちょっとこう、去年から出始めた長めの下線部解釈って2タイプあるんですけど、長めの下線部解釈の方が配点が大きくなりやすいです。そして、あと、これもすごく質問多いんですけど、社学の場合、以下の選択肢の中で3つ正しいものを選べみたいな問題ありますよね。あれは1個ずつ配点が来ますんで、あれ関東じゃないです。1個ずつ配点が来るっていうのを僕も裏取ってあるんで、皆さん粘ってください。3個中2個とかね、絶対当ててくださいね。いいかな。で、あと2020年入試ではちょっとなくなっちゃったんだけど、2019年まではずっとあったインファー、インプライの問題、類推問題ですね。これが復活してくると、これもちょっとこう配点が高くなりやすいんで、出てきたら気をつけてほしい問題で、あとは大問1の出来ですね。大問1の出来次第、ね、そう、あそこがやっぱめっちゃむずいんで、あそこでどれぐらい取れるかなってところがポイントになってくるっていうことになってきます。で、まあこれは僕の体感なんですけど、まあ生徒の出来を見てて、で成績標準化もしてみて、採点してての僕の体感なんですけど、うん、92点から1点下回っていくごとに合格確率が 10% とか下がっていくかなっていう体感です、うん、なるほど。だからなんとかね92点ね死守してほしいんですよね、うん、で本当英語がポイントになってくるかなっていう感じですね。なるほど、うん、はい、そんな感じでございます、はい、でもやっぱり結局は、うん、戦闘力の高いやつが勝つということで、まあその通りではありますね。強いやつが勝つんだっていうね、うん、頑張ってやってみてください。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ